どうもこんにちは、ゆるくたるです。今日はこのレオパード月光の餌についてお話ししていきたいと思います。皆さん、餌どのぐらいの頻度で与えていますか？餌の頻度っていうのは一般的にはおそらく 2,3 日に1回ぐらいがおすすめで、ベビーだと毎日食べるだけ与えるっていうのが、まあ一般的なネット上とか、まあ広まってる給餌感覚だと思うんですけど、僕はね、それはちょっとね、違うかなと思います。俺が飼っているレオパは、1週間に1回、もしくは2週間に1回のペースで餌を与えています。どうですか？少ないと思いました。実はですね、これは結構おすすめの給餌感覚なんですよ。まあそんな感じで今日はちょっと餌を与えながらそれについて語っていきたいと思います。はい、では今からレオパに餌を与えていきたいと思います。で、レオパの給餌方法が1週間に1回もしくは2週間に1回ぐらいのペースで与えてて、まあ大体ね、1ヶ月換算すると3から4回ぐらいしか、餌を与えてません。まあ、そもそもなんでこんなに一般的にベストと言われている 2,3 日ではなくて、この1ヶ月、まあ、1ヶ月か1週間に1回とか2週間に1回レベルでしかあげてないかと言いますと、そもそもですね、爬虫類ってすごく代謝が悪いんですよ。哺乳類とかと違ってそんなに毎日ね、熱量を出すような生き物ではないので、餌はそんなに与えなくてもいいんですよ、根本的にね。まあ、この姿を見てもらったらわかると思うんですけど、尻尾がね、やっぱりブリブリじゃないですかね。この尻尾のね、ここにね、すっごい栄養が入ってるんですよ。だからそこまで本気にしてね、もう 2,3 日1回そんな短いペースで与える必要はないんですよ。ここに栄養があるからね。月に、まあ、3から4のペースでしか上げてないんですけど、こんなに尻尾がね、太いんですよ。だから、そんなにね、与えなくてもいいんですよ、実際のところ。でもし、2、3日に1回のペースで餌を与えると、まあ、どういう風になるのかっていうことなんですけど、まあおそらく太りますね。かなり太ると思います。で、この脇の方にもプニッとしたなんか脂肪袋みたいなのが、まあ、脇プニって言われてるんですけど、それがね、出てきます。まあ完全に肥満ですよね。まあ、肥満はもう良くないですよね、普通に考えて。で、某獣医師の YouTuber も、おっしゃってましたけど、やっぱり、レオパに餌を与えすぎると、寿命がね、まあ、短くなると。で、寿命を長く育てる、まあ、コツとしては、あまり餌を与えないことっていう、まあ、医師も言うてますのでね、本当に餌をあんまり与えない方が、僕は正解じゃないかなと思ってます。まあ、あとはですね、餌を与えすぎていると、まあ、よくね、ツイッターとかでレオパが拒食したっていうツイートとかよく見るんですけど、それ多分拒食というよりはお腹いっぱいなだけだと思います。だいたいそういう方って、まあ、2、3日に1回とか、いや、もうもっとあげてる、毎日あげてる人とかもいてて、まあそりゃね、哺乳類じゃないんで、毎日与えたらそれはもうお腹いっぱいにはなりますよと。だから拒食ではないんですよ、それは。お腹いっぱいなだけなんです。だから、まあ、レオパにとって、まあ、必要最低限の給餌期間っていうのを設けてあげれば、拒食ってのも、まあ、なくなると思います。まあ、僕の飼っているレオパ全員給餌期間をこの1ヶ月に、まあ、3から4回のペースに変えたら、もう拒食する子はいなくなりました。まあ、正直言うと、レオパ飼い始めた頃は、2、3日に1回のペースを守ってあげてました。で、やっぱり拒食しましたね。太りましたし。ただ、それが良くなかったんですね、やっぱり。もう今ではね、もうこのペースでもう確立していて、もうすべての子をこのペースで与えています。ちょっと餌あげましょうか。はい、どうぞ。餌だよ。あ、ごめん。よし。はい。まあ、こんな感じでね、すごい餌食いいいでしょう。まあ、それはなぜかというと、まあ、給餌感覚をすごく
長く取ってるかですね。で、1回に対して餌を何匹与えてるかっていうところなんですけど、1回の餌の量もすごく少なくしてます。それはなぜかというと、やっぱり胃に負担をかけたくないですね。まあ、レオパもね、バクバク食うんすよ、やっぱりね。でバクバク食わせると、やっぱり次の日うんちの調子が悪かったりとかするんで、消化されずにさ出てきたりする。それ本当に良くないんで、やっぱり餌もね、僕はもう頭の大きさぐらいのサイズのルビアを2匹しか与えてません。まあ、多くても3匹かな。まあ、4匹も5匹もあげたらね、次の日ね、お腹壊しちゃうんで、良くないですよ。だから人間だってそうじゃないですか。ラーメン二郎とか食った次の日、お腹しんどいじゃないですか。胃もたれとかなって。で、レオパもね、たくさん食べるとね、まあ、胃の、ね、胃もたれ起きてるかは知らないんですけど、やっぱ胃腸には良くないと思うので、餌もね、極力、まあ、腹八分を目指して餌を与えてます。じゃあ1匹あげたんで、最後もう1匹あげましょう。まあ、普段はね、これカルシウムパウダー塗ってます。ちょっと今日動画だから塗ってない。カルシウムパウダーも絶対つけましょう、これ大事。もしね、今動画見てる方で、レオパ、うちのレオパ拒食してるよっていうんであれば、ちょっと一回ね、給餌間隔を見直してみてください。毎日あげてないですか？2日に1回あげてないですか？多分それはあげすぎ。一回ちょっと給餌間隔減らしてみて、拒食治るかどうかちょっと確認してみてください。で、最後にね、一応ね、例外もあります。ベビーは2、3日に1回でいいです。ベビーのレオパやっぱ成長期なんで、どんどん餌をあげて大きくしていく方がいいかなと思ってます。まあ、ベビーなんか毎日あげろみたいな文献とか情報とかありますけど、まあ、僕は毎日あげなくてもいいのかなと思ってます。まあ、2日に1回ぐらいがいいんじゃないかなと思ってます。まあ、それはまあなぜかというと、やっぱり胃に負担がかかるからですね。はい、まあそんなところですね。はい、そんな感じで今日はレオパの給餌間隔についての動画でした。爬虫類の情報を配信してますんで、興味のある方はチャンネル登録とグッドボタンお願いします。ゆるふたりずでした。またねー。Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata.